せーの、サチアレ。在日20年以上になります韓国人キバルンと申します。よろしくお願いします。皆さん、今回は私からとっても嬉しいご報告がございます。なんと4月10日土曜日に私初となりますファンミーティングを開催しちゃいます。よっ。いやー、もうね、今までインスタライブとか YouTube ライブとかね、オンラインで交流するっていう遠距離だったじゃないですか。でも今回に関しては皆さんと直接お会いするっていうオフラインで開催させていただくことになったんですね。もう喜び、いやもう本当嬉しい。僕 YouTube 始めてまだ1年経ってないんですけど、ようやくみんなに会えるって思ったらもう本当にドキがムネムネしすぎて、ちょっと今から肌課金してくるわ。で、大事な場所ですね。場所は、うちらの渋谷で開催いたしまーす。で、今回は、一人でも多くの木箱、私のファンの人たちと、安全に楽しくお会いしたいので、感染対策をしっかり行って、人数を制限して今回は開催させていただきたいと思っております。二部制になっていて、一部は午前11時から午後1時半まで、二部は午後3時から午後5時半まで、とさせていただきます。チケットだったり、お席に関しては、抽選という形を取らさせていただくので、あらかじめご了承。で、皆さんが気になるイベントの内容なんですけれども、今回は皆さんお一人お一人とお話しさせていただくっていう機会を設けてたり、私からプレゼントを皆様に直接お渡しするっていうとっておきの企画もね、ご用意しております。キバルンさん、私一人なんですけれども大丈夫そうですかね。キバルンさん、キバッコって若い子多いでしょ。私大丈夫そう。もう5年齢とか人数とか関係なく、アーチが楽しませるから不安の要素今すぐ置き去りな。で、今回はですね、やっぱりファンミーティングと言ったら、そう、グッズ気になりますよね。もうね、ずっと、いや、キバルン、サチアレグッズいつ作る?みたいな感じで、超 DM いただいてたんですよ。で、アーシがずっと公式グッズ作らないから、みんながね、もう、セルフで作り始めてきてんのさ。あ、これはやばい、これはやばい、ということでね、急遽作りました。こちら、どーん!サチアレ T シャツになっております。ねえ、かわいすぎない?見て!こちらにひらがなでサチアレって書いておりまして、僕の似顔絵。こちらはですね、僕の大好きなイラストレーターさんに今回ご協力いただいて、2ヶ月3ヶ月かけて作ったデザインとなっております。もうめちゃくちゃ可愛すぎるんですよ。ここにね、ちっちゃくキバルンってハングルで書いてあって、ここにもね、英語でキバルンって書いてあって、もう特徴つかみすぎなんだけど、ウリ2つじゃねー。普通に私服としても使えるし、部屋に飾ったら勝手にサチがこっから溢れ出すみたいな感じにもなっているので、ぜひこちらゲットしていただけたらなって思っております。こちらは会場限定の販売となっておりまして、サイズはフリーサイズとなっておりまして、男女ともに着やすい感じの仕上がりになっております。はい、ということでですね、詳しいイベントの詳細に関しては下の概要欄に書いておりますので、こちらチェックしてください。コロナ対策とイベント注意事項に関してはチケット販売の概要欄に書いておりますので、そちらご覧になった上でお申し込みいただけたら幸です。みんなが楽しめるように、今回マジでプロのスタッフさんご用意しておりまして、今こういう時期だからいろいろ対策とかもしてるので、みんなも当日楽しめるように対策よろみな。ということで、皆さんと一緒の空気を吸えるという数少ない機会を与えられたということで、私の方から幸をお届けさせていただきたいと思います。いきますよ、せーの、幸あれー。